いや前回の発信またやっちゃった自分で見直してびっくりしたよとーってピンボケしないように気をつけてたらまさかの離れすぎっていう音楽を発信するときと同じ立ち位置でいいんだよってアドバイスもらったから今回はきっとバッチリなはずうん 多分あ、見てこれ散歩してる途中木から落ちてた花を拾ったのきれいでしょう <laughs> そういえば今度のライブのセットリストについて「逆光も絶対やって」ってメッセージをたくさんもらったんだけど。 ネタバレしちゃうとこの曲はライブでやりまーす <laughs> みんな予想してたかなまあ、外せないよ私の代表曲の一つだもん逆光好きって言ってくれるのは海賊嫌いの人が多いんだ 悪党をぶっ飛ばしてって歌詞もあるしそれだけ海賊に苦しめられてる人がたくさんいるんだね私も海賊は嫌い財宝だのお金だの人を傷つけてまでそんなものを欲しがるなんて理解できないし海賊なんて大っ嫌い本当心から そう,思う私忘れられない手紙があるのこの世界のどこかに住む一人の女の子から毎月届いてたファンレターその子は重い病気で入院していていつか家に帰れる日を楽しみにしながら苦しい治療をずっと続けてたの。 でもある日家族が海賊に襲われて帰る家も迎えてくれる人もいなくなってしまった一人で病気と闘う日々の中で唯一の楽しみが私の音楽を聴くことだったんだってトーンダイヤルに録音して何度も聴いてくれてて。 新曲が出るたびに曲の感想を小さな字でぎっしり書いてくれたでもだんだん文字が荒れて文章も短くなっていて最後に届いた手紙にはこう書いてあったの「海賊のせいで毎日つらいことばかり」 もう生きるのやめちゃいたいって思う時もあるけど歌ちゃんの曲を聴いている間だけはいつも平和でいられるんだよ歌ちゃんがくれる世界だけが現実だったらいいのになってその子は海賊のせいで二度と家族に会うことができなくなって。 一人きりでずっと苦しんでた彼女だけじゃないこの世界にはもっとたくさんつらい思いをしている人がいるその人たちが私の音楽を逃げ場にして少しでも嫌なことを忘れてくれるなら私も力の限り歌い続けたいだから今度のライブでは。 みんなのためにたっくさん歌おうと思うの何十曲でも何百曲でも何千曲でも私みんなの期待は絶対に裏切らないから信じててじゃあまた。 チャンネル登録よろしくね